2015年撮影レストンはアメリカ合衆国のワシントン首都圏内のバージニア州フェアファックス郡に位置する国勢調査指定地域で1964年から80年にかけて計画的に建設された国際的にも知られるニュータウンである。計画面積は2800ヘクタールのバイオハザード対策チームによりウイルスに感染しているか否かを問わず安楽死させられ、 施設は徹底的に消毒された。このヒロウイルスはエボラウイルスと異なる人に対して非病原性であることが判明したが、地名にちなんでレストンウイルスと名付けられた。レストンでの事件はワシントン近郊だったこともあり、エボラ問題を扱ったリチャード・プレストンのノンフィクション、ホットゾーンで中心テーマに取り上げられるなど、メディアに大きく注目された。現在、 同施設は取り壊されて別の建物が建っている。レストンはワシントン DC の証券に属するため、ワシントンポスト及びワシントンタイムズの配達地域である。この他に地元紙としてフェアファックスカウンティタイムズとレストンコネクションがある。ウィキメディアコモンズにはレストンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。